も後ろが貫類と呼ばれるあの裏が丁になってる縫い方、これがまあ基本的になります。でこれをまあ表に出したら面白いんじゃないかなっていうことで、自社工場でオリジナルで表に出してチェーンステッチができるようにミシンを改造しました。でその改造したミシンで縫った代表的なパンツがこのディレイベーシックって呼ばれるシリーズのパンツです。まあ、生の状態で何年潰したかのような加工感を再現しています。一般的にこういったものはどうしてもウォッシュ、洗いがかかる水を使うんですけれど、水を使わないことによって最初のジーパンのパキッとしたような生の感じをずっとこよなく愛せれる定番のアイテムになっています。若者から20代から一応40代ぐらいまで設定してるんですけども、とにかくメイドインジャパンに非常にこだわってます。でしかも、加工なんかに関しましては、とにかくあの小島の良さ、僕たちにしかできない加工で攻めていこう。で縫製にしてもそうです。でカットソーであったりとかいろんな回しのものを作ってるんですけど、僕たちがいいと思う雰囲気のもの、これを大人向けっていうか生きてる人に向けて作るようなブランド